この実況を見るときは部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりましたけど大冒険です。というわけでね、今回もこちらベースをやっていきたいと思います。今回久々かな、モンストラ使うの。そうでもないかな。おお、リスナーさんいるねでも今回あれだね、なんかキャラクターがそんながっつりって感じじゃないですね、見た感じ。ん、どうした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 何してんだ。羽が邪魔でしっかり見えねえな。なんだなんだ、バトルを繰り広げてくれるのか、なんかショーを見せてくれるのか。何がしたいねな、何がしたいね。おう、大丈夫、行っても大丈夫、大丈夫そうだけどね。なんかここでなんかするの。いやいや、K だよ、 K だよ、ちょっとモフモフして羽が生えた K だよでもさすがになんかこのメンツで平和教徒やったらあれですね、なんか迫力はなさそうだねいつもと違って迫力はなさそうだね行きます。地味だな、しかもおっせえ危ねえし、ここら辺かな。ガイガン先に撃て。ちょちょちょ、危ない危ない。あー、なんかズームアップできたから、あー、それ当たりに行っちゃったんじゃね体張ったな、ギンタおお、そのビームもやりたいよね、ビーム同士でね。もうそれちょっとね、スライドっつうかスルーって動いちゃうんだよね。いきまーす。ほっ、なぜ、お、来た。おー、なるほど、それを狙ってたのね。なら俺この角度にするわ。もう一回行こうか。別に外観吠えなくてもいいんだけどな。おお、今多分頑張れば一瞬いい写真撮れるはず。多分初っ端サムネになってることはないと思いますが、そのうちちゃんとそれがサムネになっていると思いますので、お楽しみにしていてください。お、まあね、だいたい 2,3 戦くらい俺やるから、多分それでまたいい写真が撮れればまだ変わってくるけどね。ウェイウェイ、もうやっちゃうよ。てかジェットジェガーと意外といい勝負しそうだけどね。でもあれだよね、ガイガン今回多分結構勝率上がるんじゃない。よっ、ライガンとはコンタクト取れないですね。許可が下りない。お、もうあれは始まってるでいいのかな。じゃあ私も特攻かけていこうかな。おっと、危ない、それは危ない。終わった時に三角ボタン。おっと、痛い。次はジェットジェガー。俺交互に攻撃していこうかな。それならいいんじゃない。おっと、思ったら超えろ貫通、まさかの貫通やばい、これ前に出たらあれが来るな。おお、ほっ、避けた。どうですかこの避け方新しいでしょ。ちょいちょい、ガイガーン、ヤッホー、来たよーダメだこれ敵前逃亡か。ほっ、バサッと
それともあれかな、俺のことを攻撃したくないリスナーさんというのも結構ねいらっしゃるので、それかもしれないですね。まあそれは個人個人その人に限ると思いますので、別にそこは任せますよ。攻撃してもいいし攻撃しなくてもいいし。おお、ビルが崩れる。あれかな、これ一回怠慢するって感じなのかな。で俺がおこぼれ狙うとなんという汚いやり方。何この三角関係。おっとなんだ貴様ら、やるのかやろうってのか。仕方ない、ほっ落ちろ、ほっ。やると思ったぜ、それ俺当てたな。間に合った、超いい感じにぴったりで、ここら辺でこれかな。で多分カッターはこれで終わるだろうから、おーうまい、そのやり方うまいですね。おっと2連発、うまいな、いいコンボをかまされたが、それでもう3本ゲージ飛んだんだよね。カッターやってビームやってまたビームだから3本ゲージ飛んでますね。ではちょっと後ろから失礼しようかしらね。で良ければケツから当たって R2 ボタンを押すというやり方で引きずっていきたいですね。来た、ここ、違うの釣ったぞ、違うの釣ったぞ、おお、2人とも釣ったぞ、2人とも釣ったぞ釣ったぞはまったはまった。でまたここでもう一丁、ほい、よいしょ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 いやでもジェットジャガー空中で地上でガイガンを釣れると思ってなかったよだいぶ入ったけど大丈夫かなどうだこれがモスラのコンボ、そこを狙い撃ち、おお、ガンダッシュで避ける、ほっ、ダッシュでかわすここ、あー当たりに来ないか、あえて背中見せたんだけどな、これはここ、よし、これ釣ったぞ多分空中で、これ相当痛いぞ降りれないっていうすっごいことになってるけど、もう一回やっていいこれいっちゃったねこれは、あ、まずい、これまずいぞ、ほっ、これはだいぶまずい、早くたまるんだ、早くたまれ、うお、2連続、まさかの2連続、ほっ、もう一丁来そうですね。おお、まさかの連続派ですか。ほっ、間に合わない、これは痛いぞ、これやってても食らうからな、ダッシュ危ない、こっからなんとか挽回できればいいんですけど、コンボが入ればいいんだけどね、いけるか、ダッシュダッシュ、いけいけ、そのままゴリ押し、おお、危ない、危な、ほっ、よしよしよし、いけるぞ、うわいけねえよっていけねえよと言わんばかりにワンパン入りましたね。いやーつらいまさか背中から連続カッターはきついっすわよいしょ、容赦なかったね本当に
びっくりだよ。じゃあメーカー品で戦いづらかったですね。おっと、まあ時間も時間帯なんで結構少ないんじゃないかな、人は。お、モスラ、これいい勝負になりそうですね。あと一匹あと一匹、一人じゃなくて一匹だから。うん、あれどうした、変えてくるのか。おなんでなんで逃げた。あ、逃げたわけじゃない。ん、人変わった。ん、わからんわからんぞ。おー、メカキンやっぱでけえな。あれ、こんなにヌルヌルってことは、あの方はリスナーさんですか。羽で見えない羽で見えないぞ、羽で見えない。うん、バトラーは横ステップかましてる。ノラの日本人でいいのかな、多分ノラの日本人っぽいですね、あの動き。多分ギンタ仕掛けに行くんじゃない、行かないかな。あー、ここちょうどね、いい天気だね、ほんと超いい天気。でも雲が大きいので、これあれかな、夏場って感じなのかな。もう戦ってるのかなあれ尻尾触れてるけど大丈夫、優しい方だった。ほっ、おお、始まってんじゃん、始まってんじゃん。危ない危ない、あー、ちょ急だな、やっぱり野良の人か。あれは銀太に任せるか、それか、じゃあバトラーに逃げ目ちょっと塞ぐか。ほっ、こっちにわしがいると。ほいほいほいよっ、おうおうおう、大丈夫かな。飛ぶぜ飛ぶぜ。なんかバトラーやって逃げての繰り返しだね、汚ねえなその戦い方汚ねえな。これで掴めんの、あれなんか違うのになった。掴みやったら、おお、なんか違う攻撃になる。ジェネレーター掴もうとしたら強攻撃になる。ん、強攻撃はだよね、だよね、やっぱ強攻撃になるね。まあゴジラでいう壁ドンみたいな感じ。おお、押してますね、不意打ちされたにもかかわらず。おお、しっかり倒した、素晴らしい、素晴らしいぞさすがだね。じゃあ平和協定かまそうぜ、かっこいいの取ろう。ゴジラを見えるにはこうかな、ただ爆炎で見えなくなるのかな。おー、ここいいね、こんな感じかな、アングルは。いくよー、お、取れた取れた、多分これサムネかもしれないありがとうございます。いやー、いいですね。でも逆にあれだね、ノラの方がいてくれてむしろ嬉しいんだが、だってそれほどね、まだ人が多くいるってことですからね。嬉しいことだよ。近づいて、おー、危ない、おー、ふっ、おー、掴んでみようかな。おっ、おー、入った。おー、なかなかいい勝負だぞ。よし、まずい、てかメカキンほんと硬いね。
真面目に硬いな。おー、あれ、おーっと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 。まあ HP のハンデあったからな今回な。おお、いくぜ。ありがとうございました。なんかちょっと申し訳ねえ。なんかちょっと申し訳ねえ今回。ありがとうございました。ねえ、今ね、あのね、ノラの人と戦ってね、 HP 半分減ってる中俺とガチバトルしてくれたからね。いやー、ありがとうございました。ちょっと申し訳ないけど本当に。じゃあちょっともう一回やろうか。三色切る。おー、気が合うじゃないか。ってかずっといるな。おー、なんだよ。なんだよ、なんだよ。お、なに、おうおうおう、そこはスパメカにしてほしかったかな、銀太。まあいいけどな。あ、俺がしてくればよかった。そしたらね、あのコメントで来ていたリクエストできたんだけどね、あのメカ3体で違う種類であの平和協定やってくださいっていうリクエストコメント入ってたんですけど、それができる状況だったんだが、なんか下手にね、落ちたりすると、ね。よからぬことが起きたりとかね。よし、じゃあアーチバックでいこうか。いや、でもこっちの方がいいかな。こっちの方がなんか、青光りするからね、ボディが。しかも後ろ明るいってね。なんだろう。あれ、リスナーさんじゃないのかな。平和共通してくれないよね。いきまーす。いいね。うーえ、やば。かっこいい。あれ、押せない。ごめん、ちょっと遅れた。おー、下からのアングルでいってみようか。どうした？あ、クロスさせたいのね。取りましょう、しっかり。息ぴったり。おお、やっべ、センスいいな、銀太。やるね。おお、やばい、かっこいい。ちょっと邪魔。ちょ、ほえんない、ほえんといて。いや、でもよかった。いいの取れた。素晴らしいですね。いや、銀太のセンス素晴らしい。いいよ。ほい、ほい。オッケー。で、あとこっち。君は何をしているんだ。リスナーさんなのか、敵なのか、ノラなのか、どっちだ。反応がない、ただの屍のようだ。まさかのレールガン。さあ、こっちを見ろと。いや、俺じゃねえぞ。今やったの俺じゃねえぞ。俺じゃねえっていうのよ。俺じゃねえ、あいつだ、あいつ。それ届かないよね。大丈夫だよね。おお。スポポポポン。レールガンってどうやんだっけ、横だっけ。おお、特攻しに行ったぞ。あ、ごめん、ずれた。じゃあ乱戦ときましょうか。しっかり乱戦になるようにね。まず私が、私から宣戦布告させていただこう。ほっほっひょっ。これってビームやったらひるむの？あ、一切ひるまないんだ。ああ、しかも今お腹からビーム出たままひるんでたよね俺。ふふふ。お、来たな。ほっ。おお、華々しく食らったぜ。おお、そっちの方が早い。嘘。うまい。しかもなんか横からちらほら飛んできてんな、あのミサイル。ほいほい。で、一回離れて、よいしょ。
よいしょ。ほっ。貴様だ、次は。ほっ。あれ違う方向行ってしまった。おう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 。危ない危ない。危ない危ない。めっちゃバリア張るね。あれ、そんなにゲージ溜まるの早かったっけ。おう、やっぱ一瞬食らうとあれって上に向くんだね。おい、ごめんごめん。いて。これ一回下がろう。危ねえ。ほっ。ごちゃごちゃ。私が行こう。ゼロ距離。おー、入った。いてててて。やるの遅い。くそ、いた。横ステップだな。いた。目の前に。まずい。おー、よけれた。ほいほい。もう一回やってみよう。多少食らうんじゃない？貫通した。いてててて。あっちに当たっちゃったのね。いてててて。おお、すげえ、ジャンプで避けた。くそ。なんか後ろからも来てる。ミサイル飛んできた。一回離れようか。おーし、成功。よし。おお、やっぱり後ろ来たか。おお、みんな同じくらいの HP なんだね。さあ、何で来る。くそ、これはもうやべ。一回引き下がるか。見逃してくれるかわかんないけど。ほっ。よっ。おーおーおお、お互いミサイル飛ばし合ってる。意外と白熱してるぞこれ。意外と白熱してんぞ。あれ届く？おお、ギリ届いてる。すごいね、距離感わかってるね。ぴったりじゃん。すげえ。これが PS のなせる技ですね。おお、危ねえ。それ食らったら多分俺死んでたかも。ポツンって、あの端っこの方で勝手に死んでたかもしれない俺。一番悲しい死に方だからね。瀕死だからって言ってちょっと距離を取ったら流れ弾で死んだっていうね。え、フラグ立てたわけじゃないから飛ばさないで。おっと、これきついぞ俺。勝てるかな。ちょ、おー、届いた、よかった。さあどうなる。バカ。おっと、バリアで死ぬな俺。おっ、ブルー。よしよしよし。で、横ステップのミサイル。おし、読み成功。いけるぞ。あとちょっと。どうする。ここ、おーし、お互い瀕死だ。ここまで持っていったぞ。さあ、あとはどうなるかわからん。ちょっと一回ゲージを貯めたいんだよな。あと、あれ無限に撃てるし、ちょっと目くらましにもなるから、ちょっと邪魔なんだよな。さあ、どういくか。もう、撃ったもん勝ちだからね、これ。危ない。おっぶねえ。おっぶねえ。
いいね、この緊張感たまらないね。これは届くか、届かないか。ゲージを使ったな。この距離感ちょっと覚えておこう。ここ当たんないでしょ。そこ何これ決着つくの長えな。そこよっしゃなんとか勝てました。いやーよかった。いやー超ギリギリのバトルだったけどね。はい、というわけでね、まあなんとか読みが正しく、なんか軌道に乗ったというか、まあそんな感じでギリギリ勝てました。よかったです。はい、というわけでね、ここら辺で終わりにしたいと思います。これからもね、どんどんゴジラの実況を続けていきますので、ご安心してください。あのね、多分この動画が上がってる時には多分任天堂スイッチが発売しているくらいの時だと思うんですけれども、はい、ですね、多少ウップが遅れたとしてもですね、まあゴジラはまあちょっと今数字が下がっていますが、ハリウッド版のガジラの映画が2018年と2020年にまた始まるということで、まあそこからまたガツンと伸びると思うので、まだやめるつもりは全くありません。2020年以降もまだやろうかなって思ってます。まあ新作出るまでって感じかな。うん、結構長々とやってきます。だってまだキャラクターも全部揃ってないので。うん、で、あとリクエストで来てるのが、まあギドラがやっぱり多いですね。ギドラとアンギラスが多いですね、特に。はい、前ヘドラーとかちまちま来てたんですけどね。ただその育てるのって結構1体育てるのに2時間半くらいかかるので、完全体にするには。なのでちょっとね、時間が見つかり次第、まあギドラかアンギラスまず育てていこうかなと思ってますんで、まあちょっとそこら辺はお楽しみにしていてください。で、あとですね、まだ紹介していないものがあるんですけれども、まあ商品紹介のゴジラの方もまだ一つストック余っていますのでね、また時間があり、でき次第また顔出し動画として撮っていきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。ではね、ここら辺で終わりにしたいと思います。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。